始まりました。石門ジャップ TV より、今週2度目の懲りずにやります我が軍参賀のレビューというよりかは嘆きのお時間でございます。 そこで今回取り上げるのは、2024年シーズン、J1 リーグ第15節、我が軍京都さんが FCVS サンフレッチェ広島戦、両者連敗中の、連敗をストップさせたい、紫の誇りをかけたゲームを、あーだこーだ、超えていきたいと思っておりますので、よろしければ、ラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速、試合結果とは、 この通り0対5でえ京都5連敗一方広島え連敗を2でストップとする解消となっており試合数を重ねるごとに悪化と言わざるを得ない我が軍さんがのもう完敗またこのゲームはですね まあ、超記事監督が指揮をするサンガなのかとね、疑いたくなるぐらい、2021年シーズン J1 昇格した時の長期ジェサンガ、あのハント3を掲げた長期ジェサンガはどこに行ったのかと言わざるを得ない、まあ、悲壮感漂う敗戦。まあ、期待はしていなかったとはいえ、まあ、心の底では、その、うん、期待の薄さを逆に 裏切ってくれるのではないかという淡いサポーター心をさらにへし折る、まあ、サンガの瞑想っぷり J2 降格がますますですね現実味を帯びた、えー、このゲームを、えー、振り返っていく上でまず両チームのエスターメンをおさらいしていきたいと思います まず我が軍三加のスタメンからですが、えー、超記事監督のもとおなじみの433システム採用ではなく、なんと、えー、今節は、まあ、対広島戦ということで、えー、ミラーゲームを仕掛ける、えー、びっくりの343システムも採用でございます。えー、そこで、えー、ゴールキーパーは、 前節、裏を戦で大活躍だった大田学児選手に変えて、不動の主要神クソンユン選手へ先発カムバックでございます。そして、ディフェンスライン3枚。まあ、前節、アピアタベヒサシ選手がレッドの退場によって代わりに、えー、この3センターバックの右に松田圭太選手が加わり、そして、中央、鈴木義則選手、左に浅田選手を配置。そして、中盤、えー、ダブルボランチ気味に、えー、金子選手、川崎選手、そして、 えー、ウィングバック、右から福田選手、左に佐藤京選手、そして3枚、まあ、シャドウ気味に豊川選手、原選手、そして最前線のトップに山崎選手の、えー、陣容となっております。 また、ベンチのメンバーを見る限り、ま、前節浦和戦でやらかした、ま、マルコ・トゥーリオ選手は、ま、当然の、え、メンバー外に加え、ま、安西選手がもう、なかなかメンバー入りしなくなったとともに、ま、ヤチ田選手、平戸選手はもうメンバー入りする気配もなく、ま、違いを作り出せる選手がもう全くいない、ワクワク感は感じられない、ま、参加の陣容に対し、一方、サンフレッチ広島のえメンバーでございますが、<laughs> え、スキッペ監督のもと、まあ、おなじみの343システムを採用しており、えー、広島も今節かなりメンバーテコ入れ、まあ、2連敗中ということもありますので、まあ、納得のメンバー入れ替えの、えー、ゴールキーパーは不動の守護神、大迫選手、そして、えー、3センターバックに、えー、中野選手、荒木選手、佐々木選手の3枚となっており、そしてダブルボランチには、えー、野津田選手、河村選手、そしてウィングバック、これ総入れ替えしておりますね、えー、右に荒井 選手、左にシチ選手、そして最前線のトップに松本選手、大橋選手のシャドウに最前線のトップにソチリウ選手のメンバー構成となっております。 そこで試合の流れでございますが、まあ、開始早々は出足のいいでお馴染みのサンガでございますが、今節はもうすべてがですね、もうちぐはぐ、まあ、ラインは低いわ、選手間のえ距離は間延びするわ、そしてプレッシングに関しましては、まあ、コース切れない連動くれるわで、まあ、開始早々のですね、2分、まあ、広島がね、 まあ、京都が嫌がることを早速やってきましたね。まあ、しっかり下げてからね、え、サイドに、今、まあ、展開していくという形を、まあ、前半2分ですね。まあ、原選手の、まあ、プレッシングで、まあ、コースを切れず、そしてサイドの、佐藤選手、えー、この連動できず、そして金子選手の予測もいまいちで、まあ、早速京都の、えー、まあ、ポケット ま、展開され、浅田選手のケアもね、え、ソティリウ選手に対してしきれずの、ま、そのソティリウ選手をね、追い越す大橋選手の、シュート性のクロス、ま、あわやね、大ピンチでございましたが、福田選手の、ま、ナイスプレスバックによる、ま、ブロックと、あとは川崎選手のね、ま、セカンドに対するナイスカバーもあって、ま、開始早々の失点はですね、回避したものの、また、その数分後には同じく佐藤選手のところで再度ですね、 まあ、スライド間に合わず、剥がされるシーンがあったり、あとは攻撃の部分では、まあ、今節は、主にクソイオン選手のロングキックから山崎選手に当てるっていうシーンがね、多数ありましたが、ほぼほぼですね、まあ、競り合い勝てず収められず、まあ、セカンドもいい形で京都が拾えるっていう場面に、まあ、持っていくことができず、えー、まあ、広島、 からするとね、まあ分かりやすかったでしょうね、京都の攻撃。まあ当然京都得点取れる雰囲気も一切せず、そして、えー、にも関わらずですね、3が、ビルドアップはね、 なんかすると、ま、スリーバックでね、え、やっぱ人数後ろ揃っているっていうところもあって、ロングボールを山崎選手に蹴るのもあるし、あの、自陣では意外とビルドアップしたりと、まあ、中途半端でそのビルドアップの部分に関しましても、まあ、特に金子選手のところが今節狙われましたね。 まあ前半6分にはね、まあ失点をしなかったものの、まあ直後のね、まあ失点の予兆といいますか、まあ金子選手のところですね、まあ前線のですね、フォワード3枚の動き出しがですね、足りないですね。えー、まあ金子選手の持ち方も問題なんですけども、サポートする選手の動きの質がですね、まあ、伴ってなさすぎて、えー、まあ前半6分には金子選手奪われてね、ソティリュウ選手のロングシュート、まあこれはね、ソティリュウ選手のシュートが、あの、ヒットし 仕切らずでこれも助かりましたがその3分後でございますね前半9分まあ京都の各選手の意思疎通がですねもう全くずれたまビルドアップ を、まあ、広島にはめられての、まあ、広島のショートカウンター炸裂し、えー、京都最先悪すぎるですね、まあ、ちぐはぐな1失点目ンガの3、ね、センターバックが横並びにパスを繋いでいる時に、まあ、サンガの最前線原選手が前にボール蹴ってくれっていう風にですね、まあ、ジェスチャーしていたんですけどもなんとそこ鈴木義則選手が横パスを繋いでいる最中にダイレクトで、まあ、広島の選手が四人ぐらいいるところにです、ねまあ、金子 選手いたんですけども、金子選手がね、ちょっと折り気味であったので、まずかそこにつけてしまうと、まあ、金子選手もね、ほんまに受けようとしていたのかわかんないですけども、まあ、広島の選手を釣り出して、まあ、より最前線の、まあ、原選手のところとかが、まあ、より、まあ、数的、まあ同数とか、まあ、もしくは数的優位性を確保した状態でで,ですね、えーまあ、ボールを供給できればっていうところで、あえてね、おとりになる動きで、金子選手としては降りていたと思うんですが、そこになんと鈴木義則選手がダイレクトにつけてしまうと、 で、まあ、鈴木義則選手もね、基本そういう考えなくつける選手ではないと思いますので、まあ今までね、まあ大分や清水と、まあビルドアップをですね、しっかりするチームで、まあプレイしていた選手でもございますので、多分鈴木選手からすると金子選手がダイレクトで、まあ、松田啓太選手につけるか、もしくは自分にもう一回ダイレクトでつけてくれっていう意図があったのかもしれないんですが、まあ、ただ鈴木義則選手のパスの質があまりにも悪すぎて、 まあ、金子選手からすると、いや、ほんまに俺につけるんかいみたいな。で、また鈴木義則選手も、なんかパス出した後自分が動き倒し、動き直ししていったわけではありませんので、まあ、正直、金子選手、任せ と言わざるを得ないですね、えーまあ、パスの質の質悪さ松田啓太選手のおそらくダイレクトにつけてほしいっていう、まあ、メッセージがあったのかもしれませんが、まあ、それに沿わないですね、まあ、パスの質の悪さで金子選手は、ね、被害者的な、うん、感じの、うん、トラップミス、まあ、前半の、ね、6分のところも、ねうん、あったので、まあ、広島からすると、ね、格好の的のところにそこに差し込んでしまう鈴木義則選手の、まあ、判断の悪さがです、ねえーまあ、この失点に、まあ、結びついてしまったかなと。でまだ それに追い打ちをかけるようにですね、まあ、前半11分に3がですね、まあ、フリーキックから2失点目でございますね。 サンガのやり慣れてない今3バックの穴を完全ににですね広島れたなと、バックとあとはそのサイドバックとのこの間ですね。まあ選手で言うと、まあこの失点で言うと、まあ松田啓太選手と福田選手のこの間のところですね。まあそこにボール供給されて、ま松田啓太選手のまあ高身長に対して、まあ松本選手が競り合うわけでございますから、まあそのどっちがね、競り合い行くのかっていう迷う と,ところにですね。まあ、ボールをま、まあ、このゲーム供給し続けたまあ、広島のまあ作戦勝ちでございますね。まサンガがねやりたいまあ、セカンドのね。回収合戦及びえー、まあ、相手の陣地にね。効率よく侵入するっていうところは、もう広島が完全にですね。まあ、して、やったりの。まあ、サンからすると2。失点目まあ、結果的に松本選手が競り合って。 て、えー、抜け出したボールもソティリュ選手がまあ、ポケット侵入する形でですね、えー、ボールを、えー、自分のものにしこれ折り返すの早かったですよねまあ、ソティリュ選手のま視野の広さと言いますかまあそのボール なんと、新井選手が左足でダイレクトでね,ですね,ねじ込むと、これはほんまにうまかったですね。まあ、サングが簡単にポケット侵入許したっていうのもダメなんですが、それよりも、この新井選手がよくね、これダイレクトでねじ込んだなっていうところが、まあ、関心もですね、ある、まあ、そんな広島の2得点目だったのではないでしょうか。まあ、ホームでの、まあ、連続での立て続けの失点、本当に嫌になっちゃいます。で、またそんな気持ちにさらにですね、 まあ、とどめを刺されるですね、えー。前半25分にもう3失点目でございます。まあ、コーナーキック、まあ、七選手の鋭いクロスに、まあ、ニアサイド、まあ、山崎選手とですね、競り合ってた荒井選手が、まあ、山崎選手を何もさせない、まあ、ブロックしてですね、えー、ニアサイドでのヘディングなまあ、山崎選手何やってんねんって言いたいところなんですが、まあ、それよりもですね、このコーナーキックを与えた場面がですね、一文ジャパは気になりましたね。 これまた、この松田啓太選手からですね、えー、この金子選手につけて、金子選手のところでね、まあ今節も完全に金子選手狙われてましたね。まあ広島にはめられての、まあショートカウントは炸裂し、まあコーナーキックを与えたわけでございますが、えー、これ、広島の選手がですね、サンガの3センターバックに対してプレッシングいかない。これがまたミソなんですよね。まあ3センターバックの選手からすると、まあロングボール、 まあ、山崎選手に供給するのが、まず第一のコンセスだったと思うんですが、まあ、立て続けに山崎選手が収まらへんから、まあ、その他のね、手法を考えるのも、まあ、納得せざるを得ない、まあ、金子選手につけて、そこから、まあ、自身に戻してもらう、まあ、もしくは、え金子選手がダイレクトでサイドに展開するっていう、そういうのもね、まあ、広島の選手が、特に、まあ、中盤のところで、まあ、ミドルサードでね、はみ落としているがゆえに、そこを逆に、 剥がすことができれば、まあ、最前線の選手たちは、数的同数で挑めるっていうところで、えー、松田啓太選手もね、まあ、結構ボール持つのがね、 まあ、鈴木義則選手と同じくね、好きな選手でもございますので、まあ、金子選手にね、まあ、広島の仕掛けた罠にはまってしまったかのようにですね、差し込んでしまい、まあ、そこからのね、コーナーキックを与えての、まあ、この、失点でもございますので、これも広島に完全にしてやられたりの、まあ、三角角すると、まあ、前半25分で早々、まあ、とどめのですね、3失点目だったのではないでしょうか。 まあそんな当然、まあ3点のビハインドに対し、やり慣れてない3バック、そしてその穴をついてくる広島のですね、戦い方もあって、 まあ前半、まあ、シュートらしいシュート、本当にですね、ゼロ本で終えてしまい、ゼ、ま、ロ、あ、対三で折り返し、まあ、迎えた後半。まあ、後半も京都ですね。なかなかエンジンかからず、えー、後半10分に4失点目でございます。また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 、またもまたやセットプレースローインからでございます。えー、スローイン、これロングスローに対し、まあ、鈴木義則選手弾き返すことできず、えー、ファーに流れた。 ボールに対してまあ、福田選手の守備もね、えー、これ強度が足りておらず松本選手にま綺麗に流し込まれて四失、えー、点目そして最後に後半二十四分に広島のフィナーレ、えー、新井選手のなんと、えー、フリーキック弾によるまハットトリック達成もここまで来たらおめでとうございます。 まず、ね、このフリーキックを与えた場面ですね、えー、空中戦のこのセカンド、この川崎選手のこの不用意なですね、肘打ちで、えー、フリーキックを与えてしまい、まあそれに対してですね、えー、3階レブン、ま、山崎選手、原選手、武田選手のこの壁ですね、もう破棄なさすぎでしょう、ま。特に武田選手と原選手なんて、もう下見て、もう仮眠してたんじゃないかなっていうぐらい、 もう、ぼーっとほんと立ってるだけの壁。さすがに、キッカーに対して、まあ、ちょっと前に立ってですね、なんか妨害したり、圧かけたり、それぐらい白よと、まあ4失点してるというね、まあ、状況でもございますので、まあ、やる気が出ないのはですね、まあわからんでもないんですが、まあ特に原選手、武田選手、山崎選手、このボケーと立ってる壁がですね、まあ、今のサンガのですね、 えー、このやる気のなさ具合をですね、もうまざまざと感じさせられたと言いますか、まあ、それがですね、まあ、当然新井選手としても全く妨害されないわけですから、まあ、気持ちよくフリーキックを蹴れたでしょうね。まあ、それもあって、まあ、見事にまあポストギリギリをですね、うまく、えー、かいくぐるフリーキック弾が決まり、まあ、新井選手はプロ初のですね、ハットトリック達成の えー、広島のご得点で、まあ、京都、まあ、その後ですね、まあ、平賀選手、一味選手投入し、まあ、一味選手はね、なんとクロッサーの役割、そして平賀選手に関しましては、まあ、今の参加にね、本当にないですね。えー パス出したら次自分が動き直すという、まあ、プレーの連続、まあ、プレーに連続性があり、そして、まあ、ドリブルで運ぶシーンもあったり、そして、えー、ターンできるところはね、ターンしたりなど、まあ、今のサンガのですね、まあ、希望、これがね、高卒2年目の、まあ、ユース出身の選手という、今のサンガの現状でもございますので、ほんと、情けない。 と言いますか、ま、あ唯一のね、枠内シュートも一味選手の、まあ、強引なシュートフィニッシュだけであったりなどなど、まあ、途中出場の選手がね、えー、すごく、その、も、 なんとかしようっていう気概が見えるんですけど、チームとして全くエンジンがかからない、ま、あこのもどかしさ、まあ、京都のね、まあ、重症具合を表しているとともにですね、まあ、その一方、羨ましくなったのが、まあ、広島の途中出場の、まあ、三田選手の、まあ、強度が半端じゃなかったですね。ま、あ参加途中出場の平賀選手がね、ちょっと存在感を出し始め、 たところでですね、この三田選手がガッチリとね、平賀選手をね、潰しに行くところの抜け目のなさもですね、大量得点後って意外にもですね、つまんない1失点をしがちなんですが、それさえもですね、許さない広島の、まあ、完全なる、まあ、完封勝利だったのではないでしょうか。まあ逆にですね、もう完敗を喫した京都としては、まあ長記事監督のサッカーは、いずこへ、ハイライン、 ハイプレス、コンパクト、まあ、全てを失った対広島戦に対する相手の強みを出させない。サンガといえば自分たちの強みを押し出してこそのチームにも関かかわらず、それさえも放棄した長期 J サンガに未来はあるのか。長期 J 監督もですね、少し弱気なね、えー、コメント。まあ、自分の思いとは関係なく、チームが どうあるべきか話し合わなければいけないっていうね。まあ、監督の身体にも影響するコメントがありました通り、参加の未来はどうなっていくのか、まあ。昨年はね、ゴールデンウィークをきっかけに6連敗しましたが、今シーズンはゴールデンウィークをきっかけに5連敗中と、この連敗街道をくぐり抜けられる気がしない。 もう言葉フレッシュボルのでいっぱいいっぱいなさんがサポーターの石門ジャップの嘆きのお時間でございました。 またこのゲーム、まあ、試合を通しはもちろんのこと、まあ、試合終了後もですね、まあ、サンガサポーターによる、まあ、サンガイレブンへの声援はですね、本当に今心に来るものがありますし、ま、イシモンジャップダゾーンで見てましたけども、ずっとですね、えー、サンガサポーターの皆さんの声援が聞こえており、まあ、それなだけにですね、まあ、この結果である現実を受け止めることはできないんですが、まあ、ただですね、 まあ多く、ま、GM が6月1日以降やってくるということで、まあ抜本的改革及び、まあ大型の選手補強があることはもう間違いないでしょうから、まあそんな新生サンガ、まあまだちょっと先になるかもしれませんが、まあ引き続きですね、シーズンもまだ半分も終わっているわけじゃありませんので、まあその諦めない姿勢をですね、えー、先週にもですね、連覇させるためにも、引き続きですね、この不甲斐ないサンガを、 応援し続けて欲しいとともに、まあ、その応援し続ける姿勢にですね、本当にリスペクトでございます。そして次最後にこのゲームの MVP を一人取り上げていきたいと思います。まあ、当然勝利したサンフレッチェ広島から、ディフェンダーの荒井直人選手を選出。 まあ、ディフェンダーの選手でありながらもですね、まあ、多彩なですね、得点パターンの、このハットトリック。まず1点目はですね、流れの中から、この折り返し、まあ、左足のダイレクトシュートフィニッシュは、まあ、技術力及び、これ、ダイレクトで打つですね、この状況判断もですねえ、素晴らしかったと思います。で、2点目に関しましては、まあ、コーナーキックですね。 うまかったですね。山崎選手に何もさせず、まあ、自分よりもね、身長が高い選手に対して、もう何もさせずの、まあ、体を張っての、まあ、コーナーキックでの、まあ、強さに対し、3得点目に関しましては、 まあ、性性を見せつけるね、フリーキック団でもございますので、まあ、ディフェンダーの選手とは思えないですね、えー、多彩な得点の鳩取り及び、まあ、その他ですね、まあ、流れの中でもですね、まあ、特に2点取った後のですね、荒井選手の、もうこの鼻息の荒さ、まあ、佐藤選手との1対1もね、もう体を張ったですね、えー、推進力もありましたので、まあ、2点目取った以降の荒井選手のですね、なんかもうストライカー張りのですね、鼻息の荒さもね、非常に印象が残った、まあ 結果的にハトトリックを達成した新井選手の活躍でもございましたので、MVP として選出するのはも妥当なのではないでしょうか。以上長くなりましたが、広島戦のレビューはここまで。まあ、そこで次、次節第15節、アウェ部名古屋グランパス戦、5月26日日曜日15時のキックオフのゲームでございますが、アウェ部名古屋はこれまで3が、 勝ったことありません。まあ、かつてまではね、1対1のドローが確か6回連続続き、昨年ですかね、えー、初めて0対1で敗れた、まあ、鬼門中の鬼門のトヨタスタジアムでのゲーム。しかも相手にはね、昨シーズンのサンガの、まあ、残留の立役者といってもいい、まあ、パトリック選手がね、えー、在籍している状況下で、まあ、パトリック選手に引導を渡される。 超記事監督、まあ、そんな絵がですね、まあ、見えてならない、まあ、もう不吉な予感しかしないですね、えー、トヨタスタジアムでの名古屋戦。ただそういうですね、期待感がですね、もう下回りに下回った時にこそですね、勝ってしまうのが、京都3階不 FC の不思議なところでもございますので、まあ、あまりにもね、ショックすぎる広島戦の敗戦を受けて、 まあ、長期で監督がそもそも指揮取れるのかも含めてですね。まあ、今後のサンガの動向に要注目しながら、ここらで終わっていきたいと思います。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、追び、Twitter、改め、a p p e x の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。